はい、皆さんこんにちは。宅飲みグルメの奥さんです。ということで、今回の動画なんですけれども、今回はですね、こちら。日清焼きそば UFO にですね、マヨネーズ1本丸ごと入れて食べていきたいと思います。ということで、この UFO といえばね、最近 CM でもやっているんですけれども、武田真治さんやマキシマムホルモンのメンバーの方々がですね、3D で出演されている CM がすごい話題になっているんですけれども、その CM の中にですね、この UFO にマヨネーズを大量にかけるとうまいという、マヨ無双という食べ方をですね、推奨されておりましたので、今回はそれをですね、マヨネーズ1本をこの中にぶち込んで食べていきたいと思います。さあ、ということで、マヨネーズ1本丸々入れてしまったら、こちらの UFO を一体どんな味に仕上がるんでしょうか。早速作っていきましょう。それでは早速調理開始。それではこちらの UFO の方はまず普通に作っていきます。そしてこちらのソースをかけて、そして最後に振りかける。さあ、ということで完成です。いやー、どうでしょう、めちゃくちゃうまそうな日清焼きそば UFO が完成しました。もちっとした太麺、そしてスパイシーなソース、まさにうまい、太い、大きいの UFO でございます。ここからさらにマヨネーズ1本分ぶち込むんですが、一体どんな味に仕上がるんでしょうか。さあ、ということで、とりあえず UFO が完成しました。ここからマヨネーズ1本ぶち込んで食べていきましょう。それでは UFO がめちゃくちゃうまそうに完成しましたということで、ここで食べていきたいと思うんですが、今回の企画はね、ここからが本番でございます。この中にですね、マヨネーズ1本ぶち込んで食べていきたいと思います。ということで、今回はですね、こちらのでかいマヨネーズをぶち込んでいこうと思ったんですが、さすがにね、こちらのマヨネーズ 450g とかあるので、これをね、全部ぶち込んで食べると、もうマヨネーズの味しかしなくなっちゃうなと思ったんで、今回はですね、こちらのちっちゃいタイプのマヨネーズ、こちらを1本丸々ぶち込んで食べていきたいと思います。ということでね、タイトル的には間違ってないでしょ。これね、マヨネーズこんなでかいのぶち込んでね、食べてる YouTuber さんの方もいらっしゃったんですけれども、さすがにそれじゃ美味しくないだろうと、あくまでね、このチャンネルは美味しく食べるということもね、コンセプトにしておりますので、こちらのちっちゃいマヨネーズを丸々1本ぶち込んでいきたいと思います。で、こちらがですね 50g でございまして、で、今流行りのね、ペヤングさんで出てる超大盛りギガマックスマヨネーズマックスに入ってるですね、マヨネーズの量と同じ量なんですね。なので、こちらを1本丸々入れたところで美味しく食べれるんじゃないかということなんですね。いや、さすがにね、あのでかいマヨネーズ1本ね、丸々入れるのはね、ちょっと違うかなと思うんですよね。よいしょと。ということで、実際に入れていきましょう。よいしょ。おー、結構入るね。それでも綺麗でしょ。ちょっと美味しそうじゃないですか。ただ、まだマヨネーズが終わってないので、一旦ね、蓋を閉めてちっちゃいマヨネーズ丸々1本入れました。こちら食べていきたいと思います。いや、ちょっとこれうまそうですね。マヨネーズ好きからしたらこれたまんないと思いますよ。いや、うまそう。いただきます。うん、あ、美味しい。いや、マヨネーズ感すごいですね。ただ意外と思ったことじゃないかもしれないですね。このソース自体が結構スパイシーで、それこそ UFO はソースコーズなんていうことをね、パッケージに書いてあったりして、結構濃いめの味付けなんで、これだけマヨネーズ入っててもね、意外と違和感ないですね。むしろね、一平ちゃんとか食べるときは添付のマヨネーズがあるじゃないですか。であれはやっぱり量が少なすぎるんで、マヨネーズ感を味わうためにですね、ちょっとだけ麺を取って、それにねマヨネーズをかけてパクッと食べて、マヨネーズ感をダイレクトに味わうような、そんな感じの食べ方をしてたんで、これだけねマヨネーズががっつり入ってるとね、どこを食べてもマヨネーズ感を味わえてね、これめちゃくちゃ嬉しいですね。うまい。でもやっぱり全体的に混ぜだとマヨネーズ感が薄くなっちゃうかもしれないですね。最初の一口はね、混ぜだといえど結構マヨネーズがついてるところをガツッといったんで、マヨネーズ感強くておおと思ったんですけれども、混ぜたらね、意外とマヨネーズ感めっちゃ弱まりますね。それにしても今回も美味しく作れましたということで、ここからねビールの方も飲んでいきたいと思います。ということで今日のおビールでございます。マヨネーズ1本ぶち込んだ UFO ときましたら、これで決まりじゃん、銀座ライオンエールでございまーす。ということで、こちらのビールがね UFO ファミマに買いに行ったら、こちらがファミマ限定ビールというですね、新作で出ていたんで、ちょっと飲んでみたいなと思って買ってみました。それじゃあ注いでいきます。それでは飲んでいきましょうかね。乾杯。うまいです。やっぱエールビールだけあってね、柑橘系のフルーティーな香りはするんですけれども、そこまで主張は強くない感じですね。それでいてビールの味わいだったり苦味をしっかりと感じて、ただそれぞれがね主張しすぎてないという感じの、すごい美味しくて飲みやすいビールになってますね。いやこれちょっとめっちゃうまいですね。しっかりと苦味を感じさせつつ、喉越し爽やかっていうね、すっごい飲みやすいビールに仕上がっております。これね、濃い味の料理にもすごい合いますね。それこそね、なんか蒸し暑い時にグビグビっと飲みたくなるというか、ビアガーデンとかでこれをグビグビ飲めたら最高ですね。でもこの銀座ライオンエールのビール自体がですね、銀座ライオンの創業100周年時に販売されていたライオンエールをベースに120周年の夏に合わせて磨きをかけました。エールタイプでありながら、夏らしくクリアな単色の液色と、すっきりとした爽やかな味わいと、上面発酵がもたらすフルーティーで華やかな香味のバランスをお楽しみくださいということでね、もう夏に向けて作ったというね、この蒸し暑い時にね、これをグビッといけたら最高だなってね、本当に思いますね。もうね、混ぜ込んじゃうとマヨネーズの面影もなければ、味としてのね酸味もねほとんどなくなっちゃってるんですよね。むしろこの上からさらにマヨネーズかけてもいいぐらい、それぐらいになっちゃってますね。うまかったー。さあということで完食でーす。いやー、普通にうまかった。いやこのね、ちっちゃいものとはいえね、マヨネーズ1本丸々入れたんで、正直味どうなるかなとは思ったんですけれども、意外と普通に食えましたね。むしろ混ぜ込んでしまうとマヨネーズの味がほとんど感じられなくなってしまうぐらい、それぐらいねマヨネーズが馴染んでて、もうちょっとかけてもいいんじゃないかなというふうに思うぐらいでした。いやそれにしてもね、 UFO のスパイシーで味の濃いソースとね、このマヨネーズ合いますね。めっちゃうまかったです。そして今回こちらファミマの限定品ということで購入させていただきました、こちら銀座ライオンエール。こちらもうまかったですね。このホップのフルーティーさとビールの味わいと苦味とね、それがねめちゃめちゃバランスがいいんですよ。このバランスがいいゆえに美味しくてグビグビいけちゃうんで、これからね夏どんどん暑くなってくるんですけども、このライオンエールを飲むとね、すっごい充実した夏が過ごせると思いますので、こちらのライオンエールもぜひぜひ試してみてください。さあということで、こちらのチャンネルではビールに合う悪魔的なおつまみをこれからもどんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけで、もう武田ですがそろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借よー、ありがとうございました。